ガオー田山虎ノ子不動産ですこんばんは在留外国人人が多く心配です、えー、人が密集し不安です在留外国人がビザの更新のために訪れる東京出入国在留韓国管理局、まあ、港区ですね屋外に長蛇の列が出ています 12日広すぎ、東京入管の前では約70人が列を作っています。列の長さは約50メートル。職員が距離をとって並んでくださいとプラカードを持っています。台湾出身の30代女性。他の場所でも立ち続きを可能にして分散した方がいいのです。と言っております。 東京入管は4月上旬から同時に建物に入る人数を制限、整理券を配り指定の時間に戻ってきてもらうことにしています。担当者は混雑について、まあ来館者が増えたわけじゃなく、人情を制限したからであろう、と言っております。それでは、お先に失礼します。